今日のゲストは巨漢二人組。俺はもともと翻訳、YouTube の翻訳の切り抜きのチャンネル自分でやってたから。小塚さん、ガチで来たっす。カルビ、ワイヤー誰に聞くんだとか言い始めて。リドルトーク。よっ。はい、ということで始まりましたリドルトーク、こちらの番組はリドルオーダーの新たなトピックスについて振り返りをしたり、今後の予定に告知したり、ゲストを呼んで雑談したり匂わせたりする番組でございます。よろしくお願いします。で、今日のゲストはこの巨漢2人組、シンジとアリケンです。こんにちは。一人ずつ自己紹介してると思うけど、俺らでいい？言いましょうか。ツイッチで配信してるシンジです。攻略再生成 TV として、インディー付けを攻めています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。右に同じくツイッチで配信してます。一番再生されてる動画は大正解の動画です。アリケンと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、本題に入る前にスポンサー紹介させてください。我々が使っているレベルインフィニティさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。不具合なし。これもないわ。ガチで不具合なしです。ずっと使ってます。はい、ありがとうございます。そして、まあみんなで撮影しました。モンスターエナジーさん。これね。はい。飲んでます。飲んでますか？はい。麺だもん。美味しいです。はい、モンスターエナジーさんも、スポンサーでついてくださって、サポートしてもらってます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ本題っていうか、まあこの後いろいろするんですけれども、その前にちょっと肩慣らしで少し雑談でもしながらって感じでね、はいはいはい、やっていこうと思うんですけれども、どうすかリドル入って。まあリドル入るきっかけはやっぱストリーマーやってやと思うねんけど、はい、うん、そのストリーマーに入なんかなってからどう変わったっていうか、なんか明確にストリーマーとして意識し始めた時期みたいな。そうだろうな。俺はもともと翻訳、YouTube の翻訳の切り抜きのチャンネル自分でやってたから。ああ、何やったっけ、何やったっけ、シンさんの翻訳動画で、あの、いや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 いいでしょ。そう俺めっちゃ見てたもん。あつ森の釣りに来て、はいはいはい、再生数稼がせてもらってたんだけど、まあでも自分で普通にスクワツイッチやりたくなったから、まあ、コロナってのもあったからね、当時。ああ、そうね、確かに。で、始めてからだから、俺もその時から一応スイッチは入ってた気するけど、まあ、一応生活できるぐらいには。なんか意外とスイッチでさ、どうせ200人、300人ぐらいでさ、生きていけるな。まあさ、20万ぐらいは入ってくるから、確かにありがたいことに、サブスク次第で。うん、生きていけてたけど、一番来たな、これってなったのはやっぱ、あれか、ノリちゃんと仲良くなってからの、その、うん、ストサバか。あ、来た、急に。そこだったね。まあ、うるさいな、本当にだよ。あれ。あ、うるさいな、からな。あそこからようやく同説が、まあ、500人とかの、なんか300人でずっと待ってたよ、ね。うん、1、2年半、1、2ぐらい。へぇ、あ、そうなんや。あそこで500人ぐらいの壁超えて、まあ、1000人手前ぐらいになって、そこから、そうなんや。俺もっと前からなんかいろいろ1000人ぐらいいるイメージだったけど、あそこくらいから、ね、ずっと200人。あ、そうなんや。じゃあすごいな、今超たまたま今すごいな。今もう売れてるな。結構売れたな。いや、そうなんですよ、ありがたいそれで言うとアリケンはストリーマーとしてですか。ストリーマー、まあでも俺はフォートナイトの頃から長い付き合いやから、まあ、まあでも配信をやっていこうって思ったのはやっぱ YouTube でフォートナイトの動画上げてたんですけど、うん、飽きちゃって動画を上げることに、そこからじゃあ他のこと何に力入れようかなと思った時に、うん、配信ってのがあって、で同じタイミングでボドカさんが Twitch に行って、はい、で、あの、俺ずっとボドカさんの真似してきてるんで、ネットはマジで、うん、ボドカさんが言ってきたことをやっとけば大丈夫って思ってるんでボドカさんが Twitch に行った1ヶ月後に俺も Twitch に行って、で、なんかでも配信者をちゃんとやったらちゃんと横のつながり、知り合いとかができて楽しくなってきてやったって感じですね。あ、確かに懐かしい。そうや、俺もよく覚えてて、うん、まあ、某配信サイトで俺らね、契約して あの、ノルマ達成のためにね、配信したんですけど、うん、俺が、アリケン、多分契約の更新のタイミングであんま良くない契約の話されるよっていう俺なんかだからもうそろそろスイッチに心構えをちゃんとしといた方がいいっていうガチな話を用意したのね。そ
したら次の日にハリケーン言われて小塚さん、ガチで来たっすで、俺もやろうって思ってツイッチをやりだしたね。そうよね、そうそう、懐かしい。フォートナイト界隈だとアリケン枠なんかボドカがようやく別の界隈のつながりを作り出してくれて、そこつてでいろんなところでっていうので、結構フォートナイトって意外と鎖国気味だったじゃない。まあ確かに鎖国やったね。最初の頃はマジでもう決まったメンツでしかなかったんだけど、ボドカさんがエーペックスをやりだして、いろんなところに行き出してみたいなのはあったの最初。俺鎖国じゃないからさ、もともと COD から飽きてフォートナイト行って、でフォートナイト飽きてエーペックス行ってみたいな感じやったから、ね、バロやらないで、アリケンはもう数字数字数字でフォートナイトをずっと大会観戦し続けるみたいなそうだ、それあれはさすがに数字か、あれは数字やった、ね、そしたらおかしくなっちゃった、アリケンはおかしく壊れちゃった数字を打うとおかしくなるよね、マジで。そうやな、じゃあまあいろいろね、今までのいきさつみたいのを聞いたんですけど、これからどうしていきたいというか、今気にしてること、逆にストリーマーとして食っていけるようになって、これからなんか上にステップアップするのか別のことするのかでもいいけど、なんかちょっと意識してることできない、言える範囲で。言える範囲ね、まあ、今とりあえず楽しめればいいかな、いろんなオフィベ出たいかなって感じだよね。ゲームとかは、ゲームはどうだろう、もうなんか俺のツイッチのイメージなんだけど、ツイッチというか配信のイメージはなんか自分にバチッと合うゲームが来るまでは現状維持できたら最高かなっていうのがちょっと思ってて、あ、だから最近で言うと俺パワープロは結構自分にバチッときたコンテンツだから、すげえやるのも楽しいし見てる人も増えるしで、っていうのがあるから、まあなんかそこまで一生耐え続けてちょっとずつ数字伸ばせればなっていうのは思ってるかな、はいはい、楽しみ。なるほどね。ハリケーンは今気をつけてることですか、やっぱりその苦にならないようにとは思いますね。あ、ストレスがたまらない。そう、やめれるんすよ。まあね、お前はね。そう、こいつは、そうか、太いから、ね、こいつは太いから。いや、いつだってやめれるんで、でも楽しいんですよ今がやっぱ。確かに、やりがいもあって。確かに確かに。だからそこをその義務にならないように頑張ろうかなと思ってます。あ、はいはい、自分の機嫌取りながら。まあまあそうやな、確かに。やっぱそう、そうっすね。まあアリケンと仲良くしたらね、最悪アリケンとこに行けば俺らそうだね。いや、そんなっすよそんなにっすよ。いやいや、俺聞いたよアリケンから。まあまあえぐい、まあまあえぐい、いや、まあまあえぐい、まあまあまあ、そういうバックグラウンドがあったら結構ね、そうっすね、自由にはアリケンはできるから。確かにな、お前ちょっとハングリーさん足りてねえよ。ハングリーじゃないよな、わ、ね、かるわかるわかる。なんかやっぱふぬけてるよね。いや、そうなんだ多分どっかで火をつくと思うから、それ待ち、うん、あ、自分の中で。じゃあ今ちょっとフォートナイトがちょっと頑張りすぎて、そうっすね、休憩期間で楽しむとこなんや。そうっすね。あ、なるほどなるほどね。それこそお前にバチった合うゲームがね、もっとまたね、そう来たらもうめっちゃやると思うっす。あ、確かに確かに、だから高木とか見てるとさ、うわ、こういう時あったなって思わん。そうっすね。あ、確かに。てか俺目の前で見ちゃったんで、高木が格ゲーにハマる瞬間を、うん、すげえなってやっぱ思いました、ね。ああ、そうだな。俺もなんか高木見てるとな、なんかハングリー精神というかエネルギッシュな感じが、いや、すげえ元気もらえるわあれ。でも俺も最近それでだいぶもらってるっすよ。あ、もらってるんや。そう、負けてらんねえなって。俺は結構ゲームうまい。っていうとこから入った人間やから。そうだね、 COD とかヒルシューとかだもんね。そう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 、ね、でも2人違うよな。俺はもう、あ、お前もそうか。俺は本当なんもねえんだよ俺はなんなら一番最初あの雑談の切り抜きで伸びて、あ、そっか、からゲームで俺は。もう周りさ、プロ、元プロ多すぎて。いや、マジ多いよな。いや、そう、だから、まあ、もしか、まあ、みたいにそのあれ10年前とかからやってる。あ、そうね、昔はニコニコとかじゃないけど、そういう人とかはまあプロゲームじゃなくてやってるけど、だから俺カルビ見た時当時衝撃受けて、うん、下手くそで売れるってありえるんだ今マジで。確かに。つってね、みんなゲームが上手くなりたくてゲームの配信者追ってたのがツイッチだったから、うん、オーバーウォッチとかが普及したあたりで、うん、あ、そうね、確かに。そう、上手い人見たいって関さん見る、XQ 見るとかって時代だったのが、5年後久々に訪れてみたらさ、うんうん、変わってた。そう、カルビなんで売れてるんやつって。そう、クソ下手で見てもらんねえと思ったら、途中からやっぱ味がすげえするから、うん、カルビ味するね、やめれなくなっちゃう。そうそうそう、あれは中毒性あるなと思って。下手でもいいんだと思った。あいつとやってるとなんか起きるから思うよな。なんかそれが癖になる。いや、そうだ、ね、この前もさ、マロやってる時に、いや、俺見ました。あ、見てた見てた。そう、あのワイヤーをさ、うん、
設置されてたのね、うん、でワイヤーあるかいカルビーって俺が聞いたら、うん、分からないって言ったから、うん、一緒にやってた上手い人が、うん、プロゲーマーの人が俺音ワイヤーの音聞くわ、うん、ワイヤー聞くわって言ったの、うん、で壁に近づいたらカルビーワイヤー誰に聞くんだとか言い始めてワイヤーの音誰に聞くんだとか言い始めてあいつおかしいよワイヤーの人知らない人になんか電話かけて聞くと思ってて面白いな、まあね、まあでもなんかその GTA とかストサバがやっぱあることによって、うん、なんやろな、ゲームの実力みたいのから、うん、結構その会話とか、うん、その人自体の魅力で売れる雰囲気作りにはなってる気がするんだよね。あ、まあ、そうだね。それは友達めっちゃ増えたっすね。そうだな。やっぱさ、昔はなんかゲームが上手いの前提でそれを見に来る視聴者ばっかやったけど、今はだからその FPS で打った人がパワープロやったりして人集めてたりとか、別ゲーで集めれるようになってるから。そうだね。喋りながらできるゲームは、ね、そうな、自分の本質が見せれるっていうか。はい、ということで始まりましたリドルダービーよっ。来ました。9待って、あんちゃん9 何してる。でもやっぱ純粋プレイは幸男がうまいよ。やばい、高く触れてるこいつ。